はい、よろしくお願いします。今回ね、5月の時事問題やっていきましょう。で、まずメインニュースが4つです。穴埋め5個あるんですけど、で、メインのこの3番のね、GDP の部分は GDP を、まあ、省略しない日本語で書くと何ですかっていう穴埋めだと思ってやってみてください。で、メインが4つ。で、まあ、プチニュースね、下が4つで、計8個のニュースを取り上げていきます。で、まずはね、一回動画止めていただいて、ぜひ穴埋めやってみてください。では、早速ね、まず1番のニュースからやっていくんですが、少し前からこの時事問題のね、まあ、動画スタンスを少し変えまして、まあ、自分の好きなようなやり方というか、あまりガチガチせずにね、やってるんですけど、割と前より好評で、いろいろ意見いただいてありがとうございます。で、しかも結構テストに出ましたなんていうの意見も多くてね、非常にやりがいを感じております。ありがとうございます。で、まず一つ目なんですが、陸上男子100メートルでですね、ホニャララ選手が日本人2人目の、9秒台ですね、9秒99を記録しました。で、選手の名前ですね。で、まあ、フルじゃなくても大丈夫だと思うんですけど、一応書きましょうか。サニーブラウン選手です。で、サニーブラウン、ハキームが、まあ、フルネームというかね、先にサニーブラウン、ハキーム選手なんですけど、おそらくサニーブラウン選手だけで大丈夫かと思います。いやー、すごいです。もう成長著しいというか、素晴らしいですね。まあ、日本、さっきも言ったように日本人2人目の9秒台を記録しました。まだ20歳ですからね。まだまだ楽しみですね、この先。まあこのね、おそらく、まあ、なんだ、体育の時事問題とかもしあればね、割と狙われやすいと思うので、ぜひ、ね、覚えておいてください。で、次がですね、白血病の新しい治療薬が発表。まあいろいろあるわけですけど、その中で、まず名前書きましょうか。薬の名前。キムリアという薬があってですね、これが、医療保険の対象になりました。よく保険対象外って保険の対象になりませんよと、補助が出ませんよっていう医薬品ね、たくさんあるんですが、このキムリアは保険対象になりましたと。ただし、あとこれね、今までの白血病の薬で効かないとこにも効くっていう、まあ、新治療薬でかなりね、こう期待されてる部分があるんですよ。あるんですが、もちろんいいことばかりではなくて、このキムリア、まず値段です。治療薬としては最高なのかな?多分トップかなんかで、この白血病では。薬だよ。3350万です。まあ、約ですけどね。約3350万円。で、25歳以下の人しか対象になっておりません。そして、現段階では重い副作用があると。だからいいことばかりではないと。ただし、さっきも言ったように、今まで効かなかった方たちへの治療に、まあ、期待されている部分では、まあ、期待値はすごく高い。ですけども、こういった現状がある。当然、3350万全部補助になるわけではないんですが、まあ、高いんでね、そこが保険対象になりましたと。まあ、キムリア、ぜひね、覚えておいてください。で、次、GDP ですね。まあ、1月から3月期、まあ、支配と、1年をね、4つに分けて、まあ、3ヶ月分の GDP が発表されましたと。で、まず GDP が何かっていうの、これまあ、社会のね、問題っぽい感じですけど、ぜひね、覚えておきましょう。GDP っていうのは、国内総生産ですね。国内総生産のことを GDP と言います。で、まあ、国内で、まあ、生産された層、まあ、全体っていう意味ですよね。まあ、漢字のままなんですが、どういう意味かっていうと、まあ、ざっくり言うとね、ざっくり言うと、国の中では生産されたもの、まあ、商品もそうです。あと、サービスもそうです。サービスも含めて、まあ、どのくらい生産されましたよっていう数字が発表されます。で、結論から言うと、これが、1月から3月期が年率 2.1% 増加しました。2.1% 増加です。で、数字が増加すればするほど、まあ、サービスとか商品が、その、多く回ってるよってイメージ。だから、景気が良くなってるってイメージです。数字が上がるとね。で、年率っていうのは、今さ、1月から3月の3ヶ月しか数字がわからないじゃん、当然。で、でも、年率っていうのは、その数字が1年間続いたとしたら、このぐらいになりますよって、まあ、見込み予想にはなるんですけど、まあ、一応、この1月から3月期は良かったですと言われてます。これ、言われてますって言い方する理由があってですね、もちろん増加はしました。数字は。増加はしたんですけど、これちょっとからくりがあって、からくりという言い方も悪いけどね。輸入と、まあ、輸出ありますよね。輸出入。輸出入です。あるじゃないですか。で、ここの部分で、ちょっといろいろありまして、
それで伸びたんですよ。ちょっとざっくりそこは省略するけどね、伸びたんです。だから一概に数字が上がってるから、あ、景気良くなってんだねって一概に言えない数字なの、今回に関しては。だけど、まあ、社会の問題とかね、一応、この GDP 習った部分とかね、もし被ってたら、出やすい、まあ、時事問題かもしれないと思って、一応数字を今回ね、ぜひね、覚えてもらおうと思って問題にさせてもらいました。このままね、景気良くなるといいんだけどね、ずっとね、と心から願います。で、メインニュースラストですね。まあ、これは今すごくタイムリーな話題で、ぜひね、みんなにも覚えておいてほしいんですけど、まだ食べられるのに捨ててしまうものっていうのがあります。ね、それを減らすことを目的とした、ほにゃらら法っていうのが成立しました。まず法律、名前いきましょう。ちょっと長いです。ちなみに、食べられるのに捨ててしまうもののことを食品ロスって言います。で、その食品ロスが、まず入ります。食品ロス。でね、これね、その、名前でよくわかるんだけど、食品ロス削減法じゃないんだよね。削減、推進法って。つまり、食品ロスを削減、減らしていくことを進めていこうねって法律なんです。だからめちゃくちゃ制約があるわけじゃないの。これしたら罰するからねっていう。多分食品ロス削減法とか名前になってて、内容がちゃんとしっかりしてれば、そういった風にね、これをやったら罰しますからね、みたいな風になるのかもしれないけど、推進法です、今回は。で、これみんなもしかしたら食品ロスピンとこないかもしれないんですけど、自分が、まあ一番最近でね、印象深い映像としては、恵方巻きです。恵方巻き。皆さんわかりますかね？恵方巻き。あれ、すっごいここ数年で広がったんですよ。恵方巻きの文化っていうか日本にね。で、ぜひみんなネットとかで、恵方巻き食品ロス画像とかで調べてみてください。めっちゃ出てくるから。食べれる人、恵方巻き作ったけど売れなかったものは廃棄します。捨てるんです、みんな。だからそれがすごい量になってんの。で、もちろんさ、恵方巻きだけをピックアップするのはおかしな話なので、いろんなとこであるわけ。そういったのがね。で、それを減らしていきましょうと、もったいないっていうね。で、もちろんこれは日本だけの問題じゃないです。先進国で言えばいろんなとこの問題ではあるんだけど、ひとまず日本においてはこういったものが今回成立しました。まあ、第一歩だと思います。で、まぁ、ちょっと口で説明して申し訳ないんですけど、この前ね、これに、まぁ、これと関係してると思うんだけど、コンビニが、ローソンだったかな、まぁ、いろんなコンビニが発表してたんだけど、その、賞味期限が近くなった商品、俺もコンビニでさ、セブンイレブンとローソンでかつてバイトしてたんで、よくわかるんだけど、賞味期限が来た瞬間っていうか、その前の段階で捨てるんだよね。廃棄商品として、回収して捨ててしまうの。で、まあ、それもコンビニとかではその食品ロスがめっちゃ出てくるんで、ローソンかなんかはその賞味期限が近くなってきた商品を値引きするみたいな。で、お前違ったのごめんね。セブンイレブンがその7個ポイント、7個っていうポイントがあるんだけど、セブンには。それに還元しますよ。つまり、賞味期限が近くなってきた商品を買うと、ちょっとお得になりますよって。で、お得になるっていうとさ、別に食べれるもんだからみんなもさ、まあ、賞味期限近いのは嫌だって人もいるだろうけど、でも別に気にしない方だったら安い方がいいじゃん。ポイント貯まる方がいいじゃん。だからそっちを買うことによって、食品ロスを減らしていける風に。まあ、コンビニがこう発表したの。大々的にね。すごい一歩だと思う。だって俺働きながらめっちゃ思ってたもん。これ捨てちゃうのっていう。なんとかなんないのって、まあ、なんもできなかったんだけど俺は。そう、こういう風が、成立しましたので、ぜひ、ね、覚えておいてください。これね、喋りすぎた。じゃあ、ここからね、プチニュース、サブの方行きましょう。で、これちょっと口説明になるんですがね、まあ、ぜひ覚えておいてください。まず、虐待対応の手引きと書きました。これはですね、まあ、この前、野田市ですね、で、痛ましい事件が起きました。小学校4年生の女の子かなが虐待のせいに亡くなってしまうとね、お父さんに殺されてしまうという事件があったわけですけど、まあ、それにあたってですね、学校の先生、これ先生向けです。教員向けね、まあ、先生向けと書いておきましょう。先生向け、書きました。向けに、まあ、虐待対応があった時、こういう風に対応してくださいっていう、まあ、マニュアルみたいなのができるということになりました。これ結構ネットで話題というか、議論になっていて、まあ、そんな意味ねえだろうとか、いいぞやれやれみたいな、いろいろあったわけですけど、まあ、あったっていう、まあ、こういう風に対応の手引きができましたってことをまずみんなに覚えておいてほしいんですが、個人的な意見、ちょっとなんか言わせてもらうと、個人的な意見としては、自分は賛成です、これに関しては。賛成。もちろん、手引きを作ったところで、どうなるんだって言ったら難しいかもしれない。ね、即効性はないかもしれない。けども、学校の先生の中には、どうしたらいいかわからない方がたくさんいるわけよ。で、先生今もう激務で忙しいから、だったら、マニュアルとして、なんか項目ができてんの。31項目くらいかな。
なんか、例えば、なんだっけな、夏場、暑い時に長袖を着てるみたいな。だから服装が合ってないよね、季節にとか。いう、だって普通だったらさ、ちゃんと合わせるじゃん、親だったら。暑いから半袖着てきなさいってなるのに、そうなってないとか、まあ、いろんな項目があって、チェック項目があるの。で、それによって、先生が、あれ、これおかしいんじゃないみたいな、風な、一個の、その、なんだろう、視点というか、ができると思うのね。だからそれは、やっぱりいろんな方、先生なんて何万人もいるわけだから、そういう人たちに向けるときには、一個の手引きとしてはいいんじゃないかなって、まあ、もう一歩先に行かなきゃいけないけど、これだけで終わったら絶対ダメなんだけど、一個の一歩としてはすごくいいことなんじゃないかなと、個人的には思います。はい、じゃあ次、高校普通科ですね。まあ、これ、高校生の方、見てる方もね、いらっしゃると思います。普通科通ってる方も多いんではないでしょうか。高校っていうのは、普通科と、専門、いいか、普通科と専門学科、商業科とか工業科とか保育科とか、専門学科と総合ですね。総合学科の3つがあります。で、普通科の方多いと思うんですよ。自分も普通科だったんですけど、普通科の方が約 70% と言われてます。今の日本。で、この普通科をちょっとなんとかした方がいいんじゃないのっていうのを今政府が言っております。どういうことかっていうと、ざっくりしてません？普通科って。まあ、自分もそうでしたけど。専門学科は当然工業だったら工業の勉強しますね。商業だったら商業の勉強をしますと。そうじゃなくて、普通科ってもうちょっとはっきりさせようと。何を主体に勉強するのかみたいなのを、今議論していて、もしかしたら、まあ今高校生の方はね、対象ではなくなってしまうんですが、まあ中学、まあ小学、中学生はどうだろうな、1年生とかだったらもしかしたら変化している頃になるかもしれないんですけど、これから高校の普通科っていうもののあり方が変わっていくかもしれない。まあそういった、まあ岐路に立ってるっていうのを、まあよかったらね、覚えておいてください。で、3つ目、少年サッカーですね。これ東京の話なんですが、東京です。東京の、まあ、少年サッカーありますよね。まあ、東京だけじゃなくていろんなところにあると思うんですけど、少年サッカーはですね、7月8月の都大会を全部試合を禁止しますという発表をしました。なぜか熱中症です。熱中症の恐れが出てくるので、7月8月全部禁止なの。全面禁止になった。で、これは、初めてなのかな。全国的には。確か新聞にはそう書いてあったんですけど、初めてらしいです。まあ、こう近年ね、本当に日本がどんどん暑くなっていて、まあ、日本だけではないんですけど、ね、地球的に暑くなっておって。で、まあ、熱中症でね、こう、いろいろ搬送されている子供もたくさんいるわけじゃないですか。で、やっぱ大人よりも子供が危ないんですよね。あ、地面から近いんで。そう。これまた熱中症他の動画でまた撮ろうと思ってるんですけど、そう、危ないので禁止になったと。で、もちろん急に決めたというか、シーズン途中で決めたことなので、その、大会がね、一年のスケジュール間に合わないみたいなことが出てくるから、それはちょっとまだ問題なんだけど、でも来年とかはもう来年もこれはやらない、東京都発表してるので、7月8月に試合をやらないように年間スケジュール組んで来年はやりましょうみたいな、うまくちゃんとやりますよみたいなことを言ってる。で、東京がこれをやったことによって、まあ、今回サッカーだけですけど、まあ、いろんな競技、いろんな都道府県に派生していく流れはできるんじゃないかなと思います。うん。まあ、実際ね、自分は外野から見てる人間なので、いいよ、いいよ、と思うんだけど、まあ、もちろん、例えば、運営してる側の人とか、あとは実際にスポーツやってる子たちにしてみたら、え？って思うこともきっとあるかもしれない。あるかもしれないけど、やっぱり命の方が大事なので、そう。なので、自分はいい流れなんじゃないかなと、個人的には思っております。で、最後ですね。最後、これ、本当は、こっちの問題に入れようかなと思ったんだけど、場所入らなかったんでね、ちょっとサブにさせてもらったんですが、旧開智学校校舎、これ、長野県の松本市、書いておきましょう。長野県の、松本市、これ、国宝に、指定されました。これ、ぜひ覚えておいてください。これね、サブに入れちゃって申し訳ないんですけど、松本市の方。長野県松本市の旧開智学校校舎がね、国宝指定になりましたと。で、ね、その近代学校の建築物、まあ、学校の建築物ね、学校だから校舎だからね、建築物では初の国宝指定なんですよね。そう、となりましたので、ぜひね、これも覚えておいてください。はい、という感じでね、相変わらず長くダラッと話してしまったんですが、ぜひ、最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、皆さんの、まあ、時事問題のテストのね、反映されたら嬉しいなとは思うんですけど、まあ、何か興味持っていただいた一個でもね、ちょっと調べてみようなんて、なんだろう、この今回紹介した話題に興味を持っていただければ幸いでございます。では、またね、6月の時事問題で会いましょう。今回の問題はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。